ヘルミーネ・ロイス・ツー・グライツは、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の2番目の妻。ビルヘルム2世の退位後に結婚し、名目上のドイツ皇后及び、プロイセン王妃の称号を使用した。ヘルミーネは、ロイス・グライツ皇、ハイン・リヒ22世と、その日でシャウムブルクリーッペ皇、アドルフ1世の娘であるイーダとの間に生まれた。父は、チューリンゲン地方のロイス・グライツ皇国の支配者であった。 ヘルミーネは1907年1月7日に、シュレイジエン地方の両主聖ナイヒカロラーと公爵家の講ヨハンゲオルクと結婚し、間に三男二女を設けたが、1920年に死別した。ヘルミーネと二番目の夫ビルヘルム二世、前夫との娘ヘンリエッテ1922年1月、ヘルミーネは、元皇帝ビルヘルム二世の誕生日を祝うため、息子と一緒に、 オランダのドールンを訪れた。ビルヘルム2世はヘルミーネに惹かれ、彼女との会話を大いに楽しんだ。二人には共通点も多く、またヘルミーネは一年半前に、ビルヘルム2世は9ヶ月前にそれぞれ連れ合いをなくしていた。ビルヘルム2世はすぐにヘルミーネとの再婚を決意し、訂正支持者や息子たちの反対を押し切って、 1922年11月9日に27歳も、年の離れた未亡人、ヘルミーネと結婚式を挙げた。ビルヘルム2世は63歳、ヘルミーネは35歳であった。二人の間には、子供は生まれなかったものの、二人の結婚生活は、疑いの余地なく幸福なものであった。ヘルミーネと前夫の末娘ヘンリエッテ・フォン、シェーナイ・ヒカロラーとは、 1940年に、ビルヘルム2世の孫息子カール・フランツ・ヨーゼフ王子と結婚した。1941年に、ビルヘルム2世に先立たれると、ヘルミーネは、レ霊寺園にあった、最初の夫の所領に引退した。6年後の1947年、ヘルミーネは、ソ連占領地域となっていた、フランクフルト・アンデア・オーダーにおいて、自宅軟禁状態に置かれたまま死んだ。 彼女の意外は、プロイセン王家の者の,の眠るポツダムのアンティークテンプルに安置されている。ありがとうございます。